次は問題5です。平行四辺形 ABCD において辺 AB の中点を E、 AB の中点を F とし、線分 ED と線分 FC との交点を P とするとき、 FP 対 PC の辺の比を求めよう。こういう問題です。はい、じゃあこれこういう問題ですね。で、問題図にはこの中点の記号が書いてませんが、あらかじめ書かせていただきました。で、こういう場合いきなりはですね、FP 対 PC っていうのは出ないので、相似な三角形を作って、それで比べる。こういう作業が必要になります。じゃあ、相似な三角形。こう見ますとですね、これまず E のところ、D から E に引かれるんですが、これをですね、もう少し延長します。で、BC の延長とこう交わるところ、そうですね、仮にこれ ABCDEF、じゃあおじいちゃんの G にします。いいですか。はい、ということで、そうしますとここを辺の比をですね、中点ですが、ここを1、ここを1とした場合、ここは平行四辺形ですから2になりますね。大丈夫ですか。でこれ平行な、ごめんなさい、延長、中点に延長しますので、同じようにここも2になるわけです。で、ここが錯覚で等しい。それからここも錯覚で等しい。こういう形になりますから、三角形 PDF と三角形 PGC は相似な三角形ができる。こういう形になるわけですね。ということはですね、GC に該当するのが FD ですから、ここは合計2と2を足して4になるわけです。ということは、辺の比はこれが1、これが4、ここも1、ここも4になるわけです。したがって、今求め、聞かれているのは FP 対 PC の辺の比ですから、1対4と。こういうような形になるわけですね。はい。大丈夫でしょうか。はい、例題1。右のように円周上に4点 ABCD があり、2つの弦 ABCD の交点を P とするとき、線分 PB の長さを求めよう。こういう問題ですね。はい、じゃあこれはですね、このままではできないので、やはりこの問題も補助線を引く必要があります。 A と C を結びます。 B と D を結びます。そうしますと、こ BC に対する円周角、ここに円周角ができますね。同じように同じ弧に対する円周角は等しいですから、ここの角 BDC、 角 CAB、 これが等しくなります。で、当然対頂角は等しいので、相似な三角形が2つできるわけです。今求めるのは PB なんですが、これ相似の順で言いますと、三角形 ABC と三角形 DPB、 これが相似になるわけですね。大丈夫でしょうか。はい、ということで、相似な辺はですね、 AP 対AP 対 DP、 これが求める PC 対それから PB、 求めるのは今 PB なんですが、 PC 対 PB と、こういうような順番になっていますね。で、 AP が今5って分かっています。 DP が4が分かっています。 PC が3が分かっています。PB はこのままでいきましょうか。で、こういう比例式の場合、内項の積は外項の積に等しい。こういう関係にありますから、5×PB イコール 4×3 で、これは 5PB は12ということで、 PB は5分の12あるいは 2.4、 どちらでも大丈夫です。これは関係になるわけですね。はい、
これは比較的簡単。ただし忘れてはいけないのは長さと言われているので、これを必ずつける必要があるわけですね。大丈夫ですか。値と言った場合は単位をつけては間違い。長さ、重さと言った場合は必ず単位をつけないと間違い。こういうことを注意しておいていただきたいと思います。